令和5年3月期次家用気象を見ていきます。問1対流圏における大気について正しいものはどれか正しいもの4番です上下の気流の対流が盛んに起こり雲や雨など天気に密接な関係を持っている4番が正解です123不正解です1番 上層は太陽に近いため、下層より気温が高い。間違いです、えー。正しくは上層は気温が低いが正解です。2番、間違いです。高度が上がると気圧も上昇する。大きい値になる。えー、正しくは気圧は低下するが正解となります。3番、間違いです。高度が上がると 空気密度も上昇する大きい値になる、えー、正しくは空気密度は低下しますはい。太陽から地球へのエネルギーの伝達方法で正しいものはどれか3番放射が正解です 水分は大気中で固体、液体、気体の3つの形態で存在する。この3つの形態について記述したもので正しいものはどれか。はい、正しいものは3番。雲は液体としての水分として存在し、えー、固体としての水分としても存在するが正解です。 1>, 1、2、4番不正解です。1番、雪は液体としての水分である。間違いです。正しくは固体としての水分です。2番、間違いです。霧は気体としての水分である。えー、正しくは液体としての水分が霧となっています。4番、 間違いです。気体としての水分は蒸発するときに目で見ることができる。間違いです。見ることはできません。積乱雲について正しいものはどれか。3番が正解です。延直に著しく発達した登場の雲である。正解です。1、2、4番不正解です。1番。 えー、刷毛ででいたような雲である、えー、間違いで正しくは、えー、これはですねけ雲運の説明に括弧、えー、1番になっていますので積、えー、乱雲の説明ではありません。2番「運転は金床とこ上に広がっていることが多い」えー「正しくは金床とこ上に広がっていることもあるが、えー、適切な表現となります」 2番間違いです4番訳語は CU である、えー、正しくは CB が正解となります、えー、風は地球の表面に対する空気の動きでありこの空気に働く力として誤りはどれかはい、えー、風に 働く力は1 2 3番が正解です1番重力2番気圧計努力3番地球自転による見かけの見かけ上の力コ、えー、り寄りの力もしくは変更力と呼ばれます4番水蒸気圧力これは間違いです、えー え空気に働く力で水蒸気圧力とは、えー、いうものは、えー、適切ではありません、えー。海陸風について誤りはどれか間違っているもの4番です。海陸風風のの水平方向直方向、向直規模及び風速は 一般的に陸風の方が海風よりも大きい間違いです正しくは海風の方が陸風よりも大きい陸、えー、海風の方が大きいが正解となります123番正解の選択肢で1番沿岸地方で日中海から陸に向かう風を海風 夜間陸から海に向かう風を陸風という、えー、小規模な極地風であり凝りオりの影響はほとんどなく、えー、風向は気圧計道と地形に左右されることが多い1番は正解の選択肢です2番 日中地表付近では陸上は海上よりも気圧が低くなり逆に上空では陸上は海上よりも気圧が高くなる上空では気圧の関係が反対になるので逆の方向に向かう風、えー、反流が吹いているはい。 こちら、えー、2番も正解です3番「海陸風の風速は一般風に比べあまり強くないので一般風が強い時や悪天の日には観測されない、えー」こちら3番も正解となります。 換気団が暖かい地表面の上に移動した場合の特性についての説明で誤りはどれか間違っているもの1番です気団は下の方から加熱されて安定な清掃になり対流現象は抑えられ気流は滑らかである間違いです、えー 寒気団が暖かい地表面の上に移動した場合、えー、気流は下層に乱流があります、えー、1番は間違いの選択肢です2番3番4番は正解です2番天気は週雨雷雨氷、ょみぞれにわか雨である正解です3番 安定度は不安定気温減率不安定気温減率括、えー、かっこきでほとんど乾燥断熱減率に近い値を示すとありまして、えー、そうですね2番あ3番も正解となります4番運計は積乱雲で積雲系で赤雲とか積乱雲である 4番も正解です。気団の説明について誤りはどれか。間違っているもの4番です。気団の変質の度合いは移動速度、えー、経路の地表面の特性等に依存しない。間違い×です。えー、移動、えー、速度とか 気団の変質度合いは移動速度経路の地表面の特性等に依存しますので4番は不正解123正解です1番水平方向にほぼ均一な物理的特性気温と湿度を持った空気の大きな塊であるはい1番は正解です 2番広範囲に一様な性質を持つ地表面に空気が長時間滞留しその地表面の特性を獲得することで形成される、えー、2番も正解です3番 特有の気団が形成される地域は気団の発出現地と呼ばれるはいこちら3番も正解です続いて前線の持つ一般的性質について誤りはどれか間違っているもの4番です 前線の速度は暖気内の風速とほぼ一致する、えー、間違いで正しく、えー、言うと、まあ、前線の速度は暖気内の風速とは一致しません、まあ、前線というものはですね寒気と暖気が接触する、えー、境界面であって寒気と暖気の流れのうちより速い方に前線が移動すると というところで、カッコ4番の選択肢は間違いです。1、2、3番正解です。1番、前線は気圧の低い谷の中に存在することが多い。えー、前線は気圧の低い、えー、谷の中に存在する。正解です。2番、移動している前線は、 前線を境にして気圧の変化傾向が違う。2番正解となります。前線を境にして気圧の変化傾向が違っています。3番前線を境にして気温差がある。はい3番も正解となります。 続いてある前線を図式化したものであって正しいものはどれかこれはえ関連前線を図式化したものになります。ですので3番関連前線が正解となります。 えー、高気圧に関する説明のうち誤りはどれか間違っているもの4番です高気圧の中心近くでは気圧経度が大きくなれないので風は強いが穏やかな天気になる、えー、4番間違いです、えーまあ、気圧経度が大きくなれないので風は弱く穏やかな天気になるが正解となります 123番、えー、正解の選択肢で1番同じ高度で周囲,周囲よりも気圧が高いところを、えー、高気圧という地上天気図では閉じた、えー、等圧線で囲まれている1番正解ですね2番北半球において地上では高気圧から外に向かって時計回りに 風が吹き出しているはい、えー、こちら2番も正解です高気圧から外に向かって時計回りに風が吹き出す、えー、これが高気圧の説明です3番高気圧の中心では空気量が減少しそれを補うように下降気流が生じる 下降気流のあるところには雲はできないので一般的に高気圧域内では天気が良い。はい3番も正解です。高気圧は下降気流が生じて雲はできず高気圧域内では天気が良いです。 移動性高気圧について誤りはどれか間違い4番です、えー、温暖型は背が低く移動速度が遅いツ、えー、です正しくは温暖型は背が高く移動速度が遅いが正解となります123番正解です1番低気圧と低気圧の間の尾根に現れるものがある はいこちらも移動性高気圧について正しい説明ですね。2番正解です。極気団の氾濫により寒冷な気団がちぎれて動いてくるものがある。2番正解。3番寒冷型は移動速度が速く、えー、すぐ天気が悪くなる。 えー、温暖型は移動速度遅かったですが寒冷型は移動速度が速くて天気がすぐ悪くなります、はい。日本列島に影響する南岸低気圧について誤りはどれか間違いは4番です春一番の典型的な例でありまた5月に発生するものをメイストームと呼んでいる。 ですえー、メイストームというものは、えー、温帯低気圧が台風並みに発達して広い範囲に、えー、乱天をもたらす、えー、もの、えー、悪い天気をもたらすものになりますので、えー、これはですね南岸低気圧とは違う説明となっています123番は正解です 1>, 1番、えー、急速に発達して強い、えー、風や雨をもたらす正解ですね2番冬季には、えー、太平洋側に降雪をもたらす正解です3番最初高気圧が大陸から張り出しその南側の後面で発生する 上層は気圧の谷の谷面に入っているはいこちら3番も正解となります、えー、大流性の気圧の説明で誤りはどれか間違っているものは3番です、えー、舗装地や不毛地上では下降気流、えー、下降気流ではなく 上昇気流が起こりやすく水や広大な、えー、植生地域上では、えー、上昇気流これ上昇気流ではなく下降気流が起こりやすいというふうに、えー、訂正がされます3番間違いです124番は正解です1番対流現象により局地的な 上昇下降の延直気流により発生するタービュランスに遭遇することがあるはい1番は正解ですね2番耕作地や水面など地表面が異なると熱の放射量が異なるため 不均一に加熱された空気が局地的な循環を形成する上昇気流があるとそれを保証する、えー、下降気流があるはいこちら2番も正解となります4番上昇気流はやがて飽和に達し雲を形成する こうした雲の頂きは大流星気流の上限を示しているが空気が乾燥していると雲はできない4番、えー、正解となります、えー、初期突風について誤りはどれか間違っているもの4番です下降流は雷雲からの降水が蒸発することによる周囲の空気の消音と 大粒の雨が周囲の空気を引きずることで起こる熱い気流である罰です。4番、えー、正解の、まあ、正解としては初期突風の下降流は、えー、雷雲内で発生した強い上昇気流によって上昇した水蒸気が凝結して水滴や氷の粒子となって雷雲の、えー まあ一番高いところ頂部で集積し重くなって地上に向かって落下する過程で生じますこの時雨粒や氷の粒が周囲の空気を引きずり硬化するために下降流が発生するでこの下降流は周囲の空気を引きずって 地上に到達することでトップとして現れることがありますはい4番の選択肢は間違いです123正解です1番雷雲が襲来する直前地上と地上,付近に地上付近に起こる風向風速の急変であるはいそうですね初期トップは雷雲が襲来する直前に 地上または地上付近に起こる風光風速の急変ですね正解です2番雷雲の中の下降流が地面,あ地面に達してえ地表で水平方向に流れを変え四方に吹き出したものであるえ2番も正解です3番 風港の変化は180度も変わることがあり風速も強烈で50から60ノットを超えることがある正解です着氷についての記述で誤りはどれか間違っているものは4番です晴れた大気中で、えー、着氷は起こりにくいが 相対湿度が高く気温が0度に近いような時にはプロペラの羽や翼の上を通る空気の圧縮のため若干の水分が凝結これ凝結ではなく消化し着氷が発生することがあるはい4番はこのように訂正できますので えー、間違いの選択肢となります123番は正解の選択肢で1番一般的に着氷は過冷却水滴括、えー、きで雲や雨過、えー、冷却水滴中の飛行で航空機の機体表面に過冷却水滴が衝突した時に起こりやすい。 着氷に関する大気の状態で着氷のリスクは気温水分水滴のサイズにより評価することができるまた気温が0度付近では過冷却水滴が気体表面に衝突後え凍結するまでに後方へ広がることから クリアアイスという危険な着氷が形成されることがあるはい括弧一番正解ですね、えーまあ、特に気温0度付近ですね過冷却水滴が気体表面に衝突して、えー、凍結するまでの間、えー、後方に広がりますのでクリアアイスというですね、えーまあ、剥がれにくいと言いますか、えーまあ、なかなか取れにくい 着氷が形成されま二番エンジンの気化機械器はベンチュリー管のような役目をし燃料と空気から混合ガスを作る気化機械器では空気が断続的に冷却するため空気自体の空気自身の温度が下がって えー、着氷が発生するしかし気化器冷却の最大の原因は液体燃料の蒸発であってこれによる温度の効果がより大きくなるため着氷が発生するはいカッコ2番も正解です、えー、そうですねベンチュリー管の役目をエンジンの気化器が、えー、果たして いますで燃料と空気から混合ガスを、えー、作っているんですけれどもその気化器では空気が断続的に冷却するので空気自身、えー、の温度が下がって、えーまあ、氷が発生する着氷に至るということです。で、まあ、その一方で、まあ、気化器冷却の、まあ、一番の原因として液体燃料が まあ、気化する蒸発する時に温度が、えー、奪われる、えー、つまり温度が硬化することで、えー、氷が発生するというような、えーまあ、仕組みになっていますと2番は正解です3番プロペラへの着氷は、えー、翼系の先端に氷が堆積することで発生をする 着氷によりプロペラの効率が減少するそして釣り合いが失われて起こる振動はエンジンなどえ他の構造にとって有害である正解ですはいえプロペラの先端にえ氷が堆積してえどんどん氷が、ま、形成されてしまうという状況ですねでまあ 氷がつくと何が悪いのかっていうと、プロペラのまあ効率、運動効率も低下して、つ、まあ、り合いが失われて、まあ、振動が発生するので、その振動がエンジンなど、まあ、プロペラ全体の構造に対して、えっとまあ、悪影響をもたらすというところが、えー、正しく記載されています。はい。 塩分について誤りはどれか。間違っているもの二番です。指定障害現象の一つで指定1000メートル以下の場合に用いる。えー、これはですね指定1000メートル以下の場合、えー、まあ水分の場合ですね。その時は霧となりますので、括弧二番不正解となります。 134番は M の、えー、正しい選択肢となります1番定時飛行場実況気象通報式メターでは HZ ヘイズで報じられる正解ですね3番肉眼では見えないごく小さい乾いた粒子が大気中に浮遊している現象である はい3番も正解となります4番塩むとモヤを判別する場合、A、湿度75%未満の場合を塩むと判定をする正解ですはい定時刻 気候上実況気象通報式メーターで通報される卓越指定で正しいものはどれか、えー、かっこ書きで自動観測時は除きます、えー、正解2番です、えー、地平円の半分180度またはそれ以上の範囲に共通した最大水平指定である これ2番が正解となります。他の選択肢にあるような平均水平指定だったりとかですねそういうものは不正解ですね。正しくは共通した最大水平指定が正解となります。 はいえー、運航用飛行場予報気象、えー、通報式、タフの有効,期間有効時間について正しいものはどれか、えー。正しいものは3番、30時間が正解です。タフの有効時間は、えー、30時間になります。 航空気象情報で提供される仮想悪天予想図の説明で誤りはどれか間違っているもの3番です発表は6時間ごとの1日4回、えー、6時間ごとの1日4回ではなく、えー、発表は3時間ごとの1日8回が正解となります 3時間ごと1日8回,8回で昼夜を問わず作成をされている例えば、えー、午前8時の発表では、えー、午前9時、えー、正午午後3時の予想図を見ることができます、えー、選択肢にあるような午前9時午後,あ午後3時 午後21時の予想図を見ることができるというのは、えー、間違いですね。3時間ごとですので午前9時、正午、そして午後の3時というのが正解になります。4番1、2、4番は正解です。1番予想する気象要素は乱気流とその高度。高雨 降雪域、発雷域、地上の悪指定域、運域と運長、運定高度、各高度におけるゼロドラインえかっこ、着氷の目安、そして主要な地点え、飛行場の各高度における風向風速と気温と湿域。 運潮・運定高度ゼ0度高度であるはいちょっと長いですが1番は正解となります2番予想するえ予想対象高度予想対象高度は小型航空機の飛行高度を想定し高度約1万5000フィートまでで予想する運転・運潮高度 はフライトレベルで示されている正解です、えー、高度は1万5000フィートまで予想する運転・運聴高度はフライトレベルで示されています4番表示領域は北海道東北東日本西日本奄美沖縄 えー、この、えー、6つですねの領域に分けて提供されている正解です「北海道東北東日本西日本奄美沖縄、えー」しっかりと覚えておきましょう。